海と日本プロジェクト in 新潟は、日本財団が推進する海と日本プロジェクトの取り組みの一環として行っています。今日ご紹介するのは、海と日本プロジェクト in 新潟の連携事業として行われた新潟漆器店 in 旧小沢家住宅。普段見ることのできない伝統的工芸品新潟漆器が数多く展示されました。古くからですね、北前船の寄港地として栄えたこの港町新潟にはですね、物資はもちろん文化の集積地としても栄えたんですね。漆塗りの技法も伝わって、新潟漆器はですね、変わり塗りの宝庫と呼ばれるようになりました。北前船によって伝えられた様々な漆塗りの技法、その多くの技法は新潟の職人たちによって独自の進化を遂げました。現在も残る竹塗りは独特の技法なのです。江戸時代に江戸で刀の鞘塗りとして最初は発案されたんですけど、その後明治になって新潟に伝わって、今では新潟を代表する漆塗りの技法になりました。旧小沢家住宅と新潟漆器が織りなす世界、それは北前船が活躍した当時を感じさせるものでした。北前船によって伝わったさまざまな漆塗りの技術をこれからも守って、今は北前船はないですけど、また海を伝って海外とかにも発展させていけたらいいかなとは思っておりますね。また市内の日本料理店大橋屋では、遊び心あふれる北前ランチを提供、目と舌で訪れる人を楽しませてくれるランチでしたよ。港町新潟の魅力と北前船がもたらした文化を味わえる連携事業、新潟と海との関わりを知るきっかけになるのではないでしょうか。海と日本。